返しろ秀吉。秀吉、秀吉、秀吉殿。もういいか、政務が山ほど残っている。水成り、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ泣けるだろ水成り。聞こえるか、城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。北条を下し、秀吉は天下統一を成し遂げた。だが秀吉、そして前田利家が相次いで没すると、天下は再び大きく揺らぎ始める。天下の実力者徳川家康と政治の中枢を担う石田三成の対立が表面化したのである。そんな折、三成と密かに通じていた上杉家が家康に対して弾劾状を送りつけ、公然と反旗を翻す。家康は上杉討伐のため会津に出征。その隙をついて三成は畿内で挙兵した。三成挙兵の報を受けた家康はすぐさま軍を反転。天下を二分する戦が日の本の中央関ヶ原の地で行われようとしていた。天下統一の勝、関ヶ原の戦い。家康の野心は明白。奴はありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。
俺の志、バカにはわからぬ。この命、お前に預けよう。会津征伐に向かうのか。ああ、通りかかったゆえ挨拶をと思ってな。頼む、俺と共に家康を討ってほしい。お前では家康に勝てない。勝機はある。上杉景勝、直江兼続が俺たちの動く時を稼いでくれる。上田の真田家も江戸からの遠兵を防ぎ止めてくれる。同志たちが俺のために各地で奮戦してくれるのだ。力量からして皆は家康が次の世を治めるのが当然と思っている。だが俺は流されたまま生きたくはないのだ。時流に逆らってでも皆で築いた豊臣の世を守りたい。残念ながらお前に大将の才はない。だが俺はそんなお前を支えたい。豊臣の世を守りたい。ただその一心で家康に立ち向かうお前を。義継、三成、この命お前に預けよう。最後の忠告に来た。家康殿と本気で戦うのだな。俺は秀吉様が亡くなられた夜確信したのだ。家康はどんなことをしてでも豊臣を潰しにかかると。お前が俺を九州に遠ざけた時からこの運命は決まっていたのかもしれないな。違う、清正、俺はお前に壁になって欲しかった。家康に代わり豊臣の家を守る強固な壁に。前方を崩し、関ヶ原の北を抑える。先行している左近の別動隊と協力せよ。三成の軍師、島左近を包囲した。討ち取れ。この程度の傷、なんでもないね。我が軍の空、松の山に陣取る小早川の様子がおかしい。キャツが裏切れば即西軍本陣、本陣に襲われればこの戦が終わり。義経、お前の配下どもは何故とどまり我らを睨んだ。なあ、小早川殿が動いたら縁にせよと申し伝えている。クズどもだ。手負いのまま戦われても迷惑なだけだ。一度本陣に戻り手当てをせよ。わかりました。俺が戻る。粘ってくださいよ。敵将、討ち取ったり。
か間に合った。さあ棒を上げるぞ。機体は西軍の要だ。速やかに救出せねば。すごい、文句なしです。その地理最適並ぶものなし。救援感謝する。体勢を整えた後、再び加勢しようぞ。
怒れる気がせんの。今弁当を食べている最中だ。残念ながら王には兵を動かせぬ。皆が戦っているのに悠長なこと。口を開けてもらおう。弁当は取り上げだ。相手握手すりゃ全て元通りになるんだよ。開門。ベータリとも通してはならぬ。島津の戦艦の構えだ。様子を見に行ってみよう。いざ戦わん。さあかかってこい。目にも見よ。欲しいのだよ。愚か者が、つまらぬ敵だ。もう終わりだ。入らん。つまらぬ敵だ。もう終わりだ。流れは正義に傾いている。家康がこのまま明日に引くとは思う。お見事にございますな。つまらぬ敵だ。もう終わりか。いつまでもなかなかやりおる。本日を用意せよ。
に玉の雨を降らせ。なんと恐ろしい。家康殿がついに本気に。東軍じゃ、今より我らは東軍に近い。予測していたことだ。小早川尋問重視になる。俺の配下が一定時間粘っている。そのため小早川を撃つ。わしも共に戦おうぞ。俺に任せろ。大谷殿、拙者も加勢つかまつる。お銃を出しねば始末は負け。どうか撤退を。追っては俺が引きつけます。豊久、分かった。お見事にございますな。いい流れが引き込めたか。愚か者だ。つまらぬ敵だ。もう終わりだ。恩義と罵し白馬の主を見る。私は敵では片付けられぬほどの重き荷を背負うと。再び出ます。この窮地休んじゃいられない。つまらぬ敵だ。もう終わりだ。小早川の裏切りにより大勢は決まった。全軍三成を討ち取れ。西軍本陣と三成を同時に狙ってきたか。やはり家康は叶う相手ではなかった。だがここで敵を少しでも多く撃っておけば三成は助かる。敵将討ち取ったり。下がれ下がれ。東軍を押し返すんだ。左近は三成の腹心。是が非でも討ち取り勝利を決定づけよ。つまらぬ敵だ。もう終わりか。急げ急げ。肩をつけよう。この程度の損は誇れる気がせんよ。いるな。この戦まだ勝負はついていない。三成さん、勝負はもうつきました。これまでです。開門。行きます。左近、
まさか。ザコーン！三成、このままではそう崩れた。お前は引き、体勢を立て直せ。義経、すまんお前を逃がすわけにはいかないんだ。俺たちの家、豊臣のために。三成、もう一度ガチの勝負だ。今度こそ泣かす、言うこと聞かす。俺と正信に任せろ。だから、お前は安心して秀吉様のところへ行け。お前は敗色濃厚となっても一人冷静に戦を立て直そうとしているのだ。敗北、勝利条件変更。おい佐吉、目にも見よ。喧嘩だ、喧嘩。負けたら俺の言うこと聞け。いや、貴様の言うことなど聞けるかって。もし俺が死んだら豊臣を頼むぞ。てめえの言うことなんか聞けるか。バカ、家康の前に連れてって必ず頭下げさせる。クズどもが。清正、まさめ、すまん。俺はここで死ぬわけにはいかんのだ。急げ。総崩れ、我が隊も壊滅寸前です。ついに流れに飲まれたか。もはやこれまでだが、俺は夢の続きを見ることができた。ありがとう三成。戦を放り出していいのか。体制は決まった。こんな時まで潔いのか。お前はあがくんじゃないのか。最後まで長政様と見た夢、家康様のもとならきっと。俺の夢は破れた。だがお前の夢は続く。
義継。友よ、お前は生きて忠を尽くせ。義継。解釈を頼む。俺は家康にはくだらない。石田三成か。この者、三成か。土地の者ならわかろう。いつわらば親族ともとも皆殺しだぞ。答えよ。この者は三成だな。余計なお世話だ。秀吉様、いい、参ります。